目の光を失ってる。嘘。どういうこと。白い服やけんじゃない。白黒飛び白飛びしてない。なんか目が真っ黒だよね。わかる。多分でも白い服だからだと思う。うどんさん可愛いギフトありがとうございます。でもカラコンとかじゃないしさ。わかる。目が黒いよね。なんでだろう。鏡。そうやね、黒が入ってきたら輝き出てくるかも。ほらけど白だったら、うん、真っ黒ですみたいな感じする。あ、リップ今日濃いですよ。そう、ホワイトバランスの関係で目の光が全くなく見える。真っ黒。こんばんは。白い服だからリップも濃いですよ。こんばんは。今月の乃木坂さんカフェを予約しました。へえ、やってるの今。あ、そういやなんか出てたな、グッズ。潤いを。来月。え、なんかグッズが流れてきたの見たかも。アクリルキーホルダー。うどもさん、かわいい。ありがとうございます。こんばんは。タイムラインに流れてきて、これは全員分あるのかな、それとも選抜メンバーだけなんかなと思って見てみたら全員分あった。ヤスルバンさん、タコありがとうございます。こんばんは。なんかあれば聞きますって。ちゃんと見てないの。今日はコンビニで飲み物を買ってきました。マンゴーラッシー。珍しくない？ラッシーのジュース飲み物さ、売ってるのレアじゃん。めっちゃし、なんか視界に入ってきて、えってなって、マンゴーラッシーみたいな。ラッシーを売ってるの珍しいし、マンゴーラッシー、インドカレー屋さんとかにあるイメージ。マンゴーラッシーってカレー屋さんにね、ラッシーってあるんですよ。結構カレー屋さんにラッシーありがちなんですけど、コンビニでラッシー売ってるのめっちゃレアじゃないと思って。多分新商品初めて見たんで、そう、初めて見てえってなって、何もラッシーがあると思って。ラッシーなんかなんだろう、ヨーグルトみたいな、牛乳みたいな、ヨーグルトと牛乳の間みたいな。絶対美味しいでしょと思って買った。マンゴーらしい。そう、ガリバーにもラッシーある。美味しい。マンゴーも好きですね。そう、牛乳とヨーグルトの間。
美味しい。思ったよりマンゴー強い。美味しい。めっちゃマンゴーだ。冷えてる。さっきまで冷やしてた。すごい、紙パックでマンゴーラッシーが飲めるなんて。そう、マンゴーの方が強めだ。びっくり。めっちゃマンゴーです。もう口に入れた瞬間マンゴーです。インド行かなくていいレベル。そう、インド行かなくていいレベル。びっくり。飛行機ついてる。インドなんかね、らしいで。マンゴーがインドなんかな。ワールドトリップ。めっちゃ美味しいですわ。絶対期間限定だからね、今のうちに飲まなきゃ。メキシコさん、美味しい。なっちゃんもね、ラッシー好きなんですよ。これは勧めなきゃ。あったよって。あ、ヨーグルトと牛乳混ぜるんだ。じゃあ正解じゃん。ヨーグルトみたいな、牛乳みたいな感じです。正解じゃん。こんばんは。そう、なっちゃんとね、食の趣味はめっちゃ合う。食の趣味はね、食の趣味はね、うまっ。マンゴー頼んでるの。おいくら、何円だったんだろう。100ちょい、130円とかなんじゃないかな。これとからあげくん買って330円ぐらいだったから、から揚げくん引いたら100ちょい。安くない ?100 ちょびです。から揚げくんが220円ぐらいだから110円ぐらいです。110円ぐらいだった気がする。120円とか。美味しい。めっちゃマンゴー感じれる。マンゴー風味出てる。安定剤入ってんだけど。ペクチン。唐揚げくんとかって覚えてる。唐揚げくんのか、そう、食べたの。さっき配信前にお腹空いたから。何味を食べたでしょう。唐揚げくん、さまざまな味がある中で。なっちゃん既読無視された。レモン、チーズ、レッド、ノーマル。あ、正解はね、レモンですね。瀬戸内レモンです。レモン。既読つけてくるの。まだ未読の方がいいよ。既読つけてなんぼ返さないなら。美味しいけんあれじゃな。逆に秘密にしといた方がよかったかな。自分だけの秘密。マンゴーラッシー言ってたと写真送ったの。マンゴーラッシー美味しいけんさ、これ自分の、自分だけのものにしといたらよかったかな、ね、自分だけが知ってる。なんか普通にあの野菜ジュースとかに紛れていたの。なんか私はなんかヤクルト線ないかなと思って見て、なんか飲み物欲しいなと思ってめっちゃ見て気づいたんですよ。普
通に野菜ジュースとかみかんジュースとかたくさんこのサイズのジュースの中に紛れて一列だけこれだったからね。でなかなか出会えない、そうおすすめ的な感じじゃなくて普通にもう野菜生活とかたくさんわーって並んでるうちの一列にこれがあったの。運命の出会い。たまたま視界に入って新商品とかも書かれてなかった。教えなければよかった。そう自分だけのねこの美味しさをねちょっとパッて教えたけどこっそり秘密にしとけばよかった。共有しちまったぜ。ゆきさん結婚してギフトありがとうございます。乗り気しよう。え、もう遅いやろ。こんばんは。してみた。当たり当たり。だってカレー屋さんに行かなくてもラッシー飲めるんだよ。コンビニでラッシー好きなんですよ。インドカレーじゃなくても家で飲める。した送信取り消した。こんばんは。配信中だからね、返信は来ないかな。うん、私だけのらしいなし。なし。こんばんは。でも返信たまに来るときは来るんですよ。大事な分は来るときは来るの。配信中でも牛乳と混ぜて作るらしい。へー、でもこれ絶対あの常温になったらあれだから冷たいうちの方が美味しい。らしい。なんかカレー食べたくなってきた。ラッシー飲んでたら。カレー飲みたくなってきた。充電させとこうと。やっぱ今日なんか目の光がない。こんばんは。
明日は雨みたいだけど雪にかかせてみたら晴れるかなって。でも私外にいる予定はないから晴れないね。女優ライトは確かに下がってるわ。そういうこと？確かに女優ライトが下がってる。伸ばすやつなんですけど、いいショット。不安定だな。下がるんだけどな。はい、どうでしょうか。坂道 FC さん、花束ありがとうございます。これで二重幅が狭いんかもね。わかんない、なんか違うよね。前髪が短い、それかなんか二重幅が狭い。でもちゃんとしっかりあるし、二重幅が狭いかな。ちょっと人寄りになってるかな、分かんない。明日は雨。そうなんだ。そう、でもなんか人絵っぽいな。人絵っぽいよね。もうちょっとさ、二重ある気する。そんなにはないけど、さっきぐらいある日もあるよね。わかんない。こんぐらいある日もあるってこと。寝すぎたんかもしれん。わからん。今日は薄い。昨日めっちゃ早く寝たんですよね。0時半ぐらい。前髪は今日切った。今日は何時間寝たかな。でも3時半ぐらいに起きたんで、一重になることはないよ。私一重めっちゃやばいですよ。一重にはならない。ちゃんと二重残ってますよ。狭くなるだけ。0時半早いでしょ。めっちゃ早いよ。一重できます。やばくない？そう、寝た時間覚えてるのは、あの LINE とかが来てるじゃん。0時50分の LINE があのホーム画面に残ってるってことは携帯触ってないってことだから、半ぐらいに寝たんかなみたいな、まあ推測ですけど、半ぐらいに寝た。1時半、2時半、3時半、4時半、5時半、6時半、9時半、10時半、11時半、12時半、1時半、 15？ これ2人や。そしたらこうです。はい、15で、ウッディはこっち。一色損してる。レース前まで LINE してくれる人がいるなんて。一緒に LINE ずっとしてるわけじゃないですよ。アンナの LINE とかが2時半とかに来てて、まだ寝てないんかいって思った。サラピとか、それがホーム画面に残ってるから、私は0時半ぐらいには寝てたってこと。
ミニオン。一人ゆきりか好き？嘘。変わってんね。食べみかこさんっぽくない？昔の。わかる？食べみかこさん奥舞台だと思うんですけど。直しとこう。わかる？ほら。昔の。やりすぎたらダメ。戻す。一人のニキとドラさんはどっちが先輩なの？ドラさんさんです。ドラさんです。ドラさんさんの方がね、ドラさん規制さんは2期生と2年ぐらい違いますね。ドラさんさん、略してドラさん。ドラさん、そう、ドラさんさんはね、1期生とほぼ一緒。一期生さんと、そう、略してドラさんです。ドラさんさん、ドラさんさんのドラさんです。こっちのさんじゃなくてこっちのさんね。ドラさん、2期生は今年4周年ですね。10月かな、9月か10月か、楽しみ。2期生の周年コンサート好きなんですよね。2期生だけのレッスンとか、まああんまないんだけど、去年とか1週間前に始まったし、レッスン。マンゴーが鳴いてる。誰とおしめしするか楽しみですって。誰ともしないよ。もうリンコもいなくなったし。リンコがね、やりたいって言ってたけど。2期生4周年は10月、11月かな、忘れた。10月かな、ハロウィンとかやったよな。今日は蒸し暑いっていうか、まあ私は一日中今日家いてクーラーつけてたんで涼しいですけど、やっぱ雷鳴ってた。ゲリラ豪雨ね。雷鳴ってた。でもさっきコンビニ行った時は晴れてたわ。ね、キスいなくなりすぎて悲しいよ。え、でもまだ16人いるよ、石公園できる分。わかんないね、でもその周年までに減らなければいいけど。え、でも16人まだいるんだよ、石公園できるの。いるよ結構。
ね、4年目なんですよ。4年目で16人残ってたら結構残ってると思うよ。1公演できるんだもん、2期生だけで。飲み終わった。ね、8人はやばいけど、まあ12、13とかやっても12人、13人とかやってもまあちょっと減りすぎかなぐらいの感覚だから、16もいるって思ったら全然いる。まあ最近2人辞めただけで、あとレイカと何もなければ。大熊猫さん、ハートありがとうございます。卒業したのは最近の2人とレイカ。卒業、2期生のなんかちゃんとした卒業っていうのはその3人と誰かいたっけ。あと卒業って感じで卒業した。あ、タムね、そうや。タムはもう結構経つからな。こんばんは。ミキヤくん、ハートありがとうございます。卒業は突然だから怖い。でも逆にさ、毎日匂わされても嫌じゃない。で、そう、突然なんだよ。こんばんは。卒業された方と連絡取ったりしてるの？でもたまにですね。田中美穂はこの最近誕生日おめでとうって LINE をくれて、テロップに謎のカウントダウン。確かに。あと2週間切ったかーとか言って毎日、あー明日かーとか言って、自分の独り言で。毎日に言うで、これで違うっていうオチ、みんなが勝手に匂って匂って違う、何もないっていうオチです。勝手に匂ってネットでも盛り上がって別に何もないっていうの。カウントダウン、あと600日、ばあちゃんの誕生日まだやん。グラビアね、ぜひあんまが有料の分もぜひ見てください。7月上旬にね、中間発表あるので、ぜひあんまがさんも見てくださいませ。気が向いたら。こんばんは。ゆっぴょんさん、かわいい、ありがとうございます。え、なんか音がした。誰だ誰だ。収穫しまくりました、ありがとうございます。
転調しようかな私も。まーちゃん、ばあちゃんはもうおめでとうの年齢じゃない気がして、何タワー分ぐらいがいい？じゃあ私が、私にアイドルやってほしい日数分ぐらい、あと300ペリカが、こんばんは、これだって、なんやんだっけ、これな、100日とかで買えるんだよね確か。え、110っていうのが出てる。え、マックス100だったのに110が出てる。そうそう、まあ、あと2年ぐらい見たいなって思ったら、いや高いな、1年で15,000円。まあまあまあ、そう、100日もね何回もすればいいんですけど、まあそれはそうなんですけども、あ、でも採用しユーザーアキアンさんだ、まだすごい。4年、27歳、まあでも27っているもんね普通に。こんばんは、そんなん出る、採用しはアキアンさんです。財布と相談します。かしこまりました。何年分ね、何年分なんだろうね。4月上旬にね、中間発表あるんですよ。どっちが入ってるかな。無料も結構頑張ったんだけどね、無料の。むずいよね。来年まであるかなって。あるでしょ、永遠に残るんじゃないのこれって。なっちゃんから返信来た、消すな、マンゴーらしいって来た、美味しかったから独り占めしたくて、びっくりびっくり。で、有料はまだ、そう、無料のやつはもう終わっちゃったから、あと有料のしかないんですよね。あ、配信終わったんだ、くさ、酔っ払いやろってきた。配信中だよ、飲んでないよ。こんばんは。
なってないよ。おやすみスタンプでも送っとこう。こんばんは。電話できんのですよね、こうタブレットって。タブレットで電話したことないけど、できない気する。酔っ払ってないぞ。そもそもお酒飲んでも酔っ払わない、私は。消すな、孫らしいで。酔っ払いだろうってハシビロコウ着てるわ。親の画像はもうない、遠い上の方に埋まってしまった画像の。なっちゃんは酔っ払うね。でも最近飲んでないんですよね、二人でも。焼き鳥とか焼肉とか行ってないから。消すな、マンゴーらしい。こんばんは。ビール飲まない？ラーメン見てるだけ？あ、そうそうそう。ああ。国連パサランさん、猫ありがとうございます。そう、韓国料理も行ってなくて。そうなんですよ、ラーメンとかしか行ってないから。そうなんですよね。もうここしばらく私はずっとお酒を飲んでいない。メールはあれは昨日の大阪のラーメン。お酒飲んだ後に配信したことあるのって。ありません。今日肉の日。あ、でも今日ハンバーグ食べた、一人で。デリバリーハンバーグ。うん、そう、トマト。何トマトって。ハンバーグ。メンバーとプリクラ撮ったのは何人目ぐらい。人数で言うと、田中美穂と愛子を入れてもいいんだったら、1,2,3,4,5。卵はあれトマトじゃない、カニカマ。天津飯だから。ハンバーグ。そう、あのペッパーライランチ屋さんのハンバーグをデリバリーして。愛子寺美穂、あ、麗華もか。今泉もあるわ、それ入れていいんだったら。卒業したメンバーも入れていいなら7。田中美穂。そうよね、麗華とあるわ、懐かしい。ペッパーランチ屋さんのハンバーグめっちゃ美味しいよ、おすすめ。そう、ミリアとあるんですけどないわ、こっちのカメラには。 STU 入ってからの写真はそっちにしかないから、こっちにはない。ないです。
サラピもあるある。最近サラピがインスタに上げてたよ。田中美穂とゆきりかどっちがオフ食べるの？田中美穂ですよ、それは。それは田中美穂ですよ。私は普通の女の子よりはよく食べるけど、大食いってわけではないので、サラピとのプリクラメールでも送ったよ、多分。プリクラ撮ったらメールでも送ってるの。いらないだろうけど、みんなプリクラ好きじゃないから、別人だからね。そう、そのメンツ、そのメンツです。プリクラの目。あー、でも結構食べるの早いかも、早いかも。うん、そう、でもね、でも若いなんか女の子にはあれがウケるんですよ。可愛いと思ってさ、私も高校時代プリクラハマってたから、まあ、今見たら確かに、まあ、今はあ、めっちゃ加工強くない写真を撮り慣れてるからね、プリクラがやばく見えるけど、高校生の時はあれになりたくてお金払っていっぱい撮ってたから、女の子はプリクラの自分が可愛いと思って撮ってるから、そう、写真の普通の写真のようには撮れない。今はもう確かにさ、この顔見すぎて、そう、普通にでも高校生の時はプリクラ可愛いと思って撮ってたから、だから今の JK とかもみんな可愛いと思って撮ってるし、可愛いんですよ、あれが。プリクラ、プリクラ、高校生のプリどんな感じって。でもまあ昔の方が、まあ今よりは加工強くなかったけどね、可愛いと思って見てるし、なんか可愛いんですよ多分プリクラ。最近でも最近のプリクラめっちゃ加工強くなった。昔はそんなに強くなかった。でも STU 入る前のプリクラ一番別人ですよ。これよく見せるやつあんまり撮らなかったから、大学生とか。でもナチュラルだわ、ほら、思ったよりナチュラル。まだ元気悪くない？割とまだマシかも。これ髪短いから、そう、若い女性には需要があるの。そう、自分も高校生の時にアイドルのプリクラとか欲しかったもん。投稿して投稿してみたいな、欲しかったから。そう、需要はあるっちゃあるんですよね、若い子には。若い子はマジプリクラ好きだから。でもさ、最近のプリクラに比べたら目ちっちゃくない？まだ最近のに比べたら。ね、最近の送ったじゃん今日メールで。メール取ってないな、今日のやつ、今日送ったやつに比べたらさ、まだ加工強くない。あ、ちょっと細くけど、まだナチュラル。
かわいい、こっちの方が。さぎれてるよ。眉毛、眉毛も茶色にしたの。髪の毛が茶色だから眉毛も茶色にしてるの。これプリクラは詐欺ってなんぼじゃん。可愛くなってなんぼですから。課金してるんですもん、400円で可愛くなれるように。あとは制服とかが多いからね、見せれるやつがあんまないや。制服、うん、高校3年生のユニバ行ったやつだ。耳つけてるスヌーピー。てか短かったんですよね、私髪の毛大体。ね、まだ確かに、まだ確かにめっちゃ加工強いわけじゃないかも。確かにまだ私の自撮りのアプリで加工してもうこの顔できる。最近のはめっちゃひどいね、思ったら。加工はヌーピーの耳持ってるから。高校先生です。ドーナツ、ドーナツ。この時前髪とか気にしてなかった。でそう、当初はめっちゃ漏れてるから嬉しいと思ってプリクラめっちゃ撮ってた。ドーナツの穴は反応してない。前髪気にしてないわ。え、ゲーセンめっちゃ好き。そのゲーセンで撮ったぬいぐるみをプリクラで撮ったり一緒に。ゲーセンめっちゃ好きですね。ウォーリーのコスプレ、友達が見えちゃう。これ目つぶってるけど。運動会のポニーテール、だからすごくない？自分ポニーテール上手くない？この高さのめっちゃ高いポニーテール、先っちょ見えてるじゃん、ポニーテールのここに。ポニーテール上手い。ね、こっからこの高さのポニーテールできてるよ。こりゃモテますって思うじゃん、これプリクラだから。いや自分でやったんですよ、けどポニーテールできてる。確かに根元か。え、これは可愛いと見せかけてプリクラなんで詐欺ってるんですね。なんでプリクラは可愛くなるもんですから。友達が映るわ。普通の写真だったら、あ、友達が映る。ダメだ、あかんですわ。こっちから見せたらいいか。これです、その時のプリクラの顔。あ、忘れた。もう加工ない版、プリクラじゃない版。友達は見えてない、見えてない。自撮りとかしないからね。表情硬くないやつもあるよ、笑ってるやつもあるけど全然可愛くない。だってメイクしてないもん高校生って。めっちゃ悪い笑顔。
メイクしてないけんさ、すっぴんだよ、すっぴん。ダメダメ。笑ってるけどちょっと悪い笑顔だわ。し、画質が悪いです。画質が悪いね。その方のスマホは 6S です。眩しそう。ユニバめっちゃユニバ行ってるやんみたいな。ユニバ本時もスヌーピーの耳ですね。スヌーピーの耳。そう、これ腹出しなの。まあ見せれん、友達が映るから。え、年に1回行ってたの。高2と高3は年に1回ずつ行った、ユニバ。高2と高3バイト代入れて貯めてたの。うん、バイトは禁止だったから、だからお小遣いってことになるのかな。高校1年生のプリクラ。これ M ちゃん、まあ映ってないけど。当時はチョーカーが流行ったんでチョーカーをしてます。で、お団子のヘアアレンジしてる。なんか昔の方がヘアアレンジ上手かったです。 M ちゃんです。お年玉貯めてた。うーん、お年玉はそんな貯まらんねん、なんか使っちゃう。でもまあユニバ行くって言ったらお母さんとかお金くれてたからそれで言ってた。ばあちゃんとか。背が高い M ちゃんです。まあそんな感じですね、プリクラというものは。確かにこっちの方がナチュラルだわ。昔のプリクラ、私が高校時代のプリクラの方がナチュラル。ナチュラルになんかちょっと可愛くなれるぐらいじゃない。なんか実物より可愛くなれるぐらいの。ほら、やったんの数を見ればまあね、あれはまあまあまあ。この時身長は165.1だから4とか3とか4とか、あ、高1、高校生は私伸びてない。身長166です。愛媛からは船で行きますね、ユニバは。高校は166です。これも高一のクリスマス、サンタさんしてる。今もよくする顔、これ目見開いてるやつ。ずっと可愛くて安心した。え、なんかで昔の方が若くて可愛いなって思う。なんか写真見てたら昔の方が、私は劣化していってるかもしれない。昔の方が若さがあるっていう当たり前の感想を。若いわ。
ね、幼く見えるよね。まあそれが当たり前なんだけどさ。そう、幼い可愛さがあるよね、昔は。そうなんよ。中学校のプリクラは全部制服だわ。ダメだ、制服じゃないのあるけど。おはようツイート可愛かったです、ありがとうございます。あれは昨日のユニバです。中1、昔のプリクラって感じ。昔のプリクラだ。2014、ね、古い機種じゃないこれ。もう画質からわかる、あの昔のさ、昔の感じ伝わる。12とか、リリシー眉毛でしょ絶対これ。リリシーの え、これスタンプ全然平気。にゃん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 スタンプなんで全然平気です。決して怪しいものではございませんね。懐かしい。今これで撮りたいね、逆にこの古い、なんか古いやつ。にゃんにゃんです。怪しいものではございません。それぐらいかな。これも中学生ぐらい、中1、中2ぐらい。ボブですね。まあとりあえずボブです。私は誰に似てたって言われてた？誰に似てたって言われてた？小雪さん。ほぼ加工なし。昔は加工ないわ、ほぼ。で、昔はでも確かにプリクラデコれるって感覚だったかな。服装が気になります。これはね、ブラックコーデしてた日。ほらザ・ブラックとか言って、おー友達が見る。ブラックブラックコーデの日です。幼く見える、そりゃそうだよ。だって中、これは中2ん、中1とかです。13とかですよ。だからそりゃ幼いよ。って感じです。まあ焼けてますね、しかも肌も。そう、今のノアピぐらいって思ったら、ノアピってめっちゃ若いね。私のこの時代ってことでしょ。めっちゃ若いじゃん。これからだね、まだ13歳とかですから。今のノアピでもこの頃から身長あった。私158とかあった。まあ、ノアピぐらいなんかね。
日焼け気にしてなかった。こんな感じです。めっちゃ撮ってるプリクラ大量にあるんです。懐かしいね。めっちゃ切ないって。あ、学生時代。痩せてる痩せてる痩せてるっていうか普通。あ、これプリクラだからだよ。あ、でも痩せてるかも。プリクラじゃないデジカメで撮った全く詐欺ってないやつで、これ中1。あ、ちょっと加工ついたけど今細いかも、痩せてるかも。でも気にしたことなかった。これデジカメで撮ったやつだから顔肉ないわ。無加工ですよこれ。痩せてますね。そう、これはデジカメで撮って印刷してもらったやつをさらにその上で携帯で写真撮ったから画質悪い。プリントしてもらった写真をその上から撮ったので。ね、この時あんまり顔の肉ないや。まあそりゃそうだよね。後々ついてくるんだよね多分。年を取ることによってなんかまあいっぱい食べるしね、一人暮らしとかしたら少しずつ丸くなってくるんですよ。確かに痩せてたのかな。でも少なくとも太ってはなかったです。痩せてたかは分かんないけど。投げホップは STU 入ったからですか。そうですよ。私そんなの学生時代からやってないですよ。緑背景のやつって何？プリクラ？あ、これ黄色。あ、これ夏だから多分痩せてるんですよ。そしてプリクラっていうのがある。確かに痩せたら顔小さくなるかな。でもなんか続かないんですよね。なんか続けるなんかめっちゃ言うやつ。なんかダイエットはしたいなっていう気持ちはあるんですけど続かないんですよ。この時はなんか運動会とかあって勝手に痩せてるの。多分ダイエットとかしたことなかったから学生時代とか日々の通学とかで痩せてるの多分。なんか今もなんかね、なんかですわ。痩せたら顔の肉も減るんだろうなって思いつつ、でも顔を痩せるのにはまず体からじゃないですか。だから結構痩せなきゃいけないわけ。顔を落とそうと思ったらまず体とかから落ち出して、で痩せるとこなくなったら最終的に顔が落ちてくるから、結構なダイエットをしなきゃいけないんですけど、そこまで続けれないんですよね。ダイエットを頑張れるモチベみたいなのが、そう、まず体からいって顔じゃん、引き締まるのって。だから顔まで行くまでのダイエットが続けられない。どれくらい落としたいの？4-5キロ、5ぐらい。今はちょっと太ってるから5とか6とか、今何キロか分かんないけど、まあ5ぐらいかな。
まあ56落としてきたら顔引き締まるかなって思うけど、そこまで頑張れるなんかないんですよね。なんかコスプレとかを目標にしても別にお腹は出せるぐらいなんですよ。5なら頑張れそう。嘘、5ってめっちゃ大きいよ。5落とすのって10分の1以上じゃん。5は大きいよ。こんばんは。なんかなんかビキニかな。もう Y の字落とそうと、まあ10キロぐらいかな。3でかなり変わる。嘘、でも自分さ3とか2ぐらいやったらなんかすぐ変わります。2日とかで。2まですぐ落とせるんですよ。今の体重よりも 2,3 キロ変わるのはいっぱいありますよ。今は昨日4倍いったから重いけど、2落とせって言われたらすぐ落とせるけど、あんま変わんない。2とか3じゃ。だから56落とさんと変わんないんですよ。6消化活動とかは結構締まってたから、体がそうなってくると6ぐらい落とさないと。夏になったら自然とね、デリバリーできちゃったからさ。2、3年前はデリバリーまだ普及してなかったから、修学ツアーの時なんてデリバリーなんか一回もしてなかった。今さ夏外に出なくてもさご飯届くっていう。5落とすのは大変だから、5落とすほどのモチベがないんですよ。ダイエットにデリバリー関係ある。だって外食のものがさ家に届くんだよ。デリバリーなかったらさ、暑いけん買いに行くんだるってなって、夏家電けんさ、もう普通にウィダーインゼリーとかで済ませてたんですよ。けど今は持ってきてくれるからさ。40落として25戻した。40落とした。そう、昇格ツアーの時はウィダーで過ごしてた。めっちゃ痩せたよ。だから今より6キロぐらい明るい。あの頃痩せてた。足とかもサラピにも言われた。昇格ツアーの動画見たら雪胸焼き痩せたねって。当時は分からんかったけど動画見たら痩せてるって。足とかも昇格ツアーのやつ。こんばんは。ジム行ったら筋肉つくじゃん。115？すごいね。そう、痩せたいのに無理。食べちゃう。食べたい、痩せたい、食べたいです。痩せたい、食べたい。ダメですわ本当に。なんか目標、なんか頑張れる何かがないと。食べたい、私は食べたい。食べよう、痩せよう。いや無理してないんですよ。でも食べちゃうんですよね。どうしようかな。どうしたらいいと思うかな。私みたいになる。食べて、そう、歩いたらいいよね。もう、その断食の方は諦めて、私は食べたいから。
食べて痩せたらいいのか。散歩ね。落ちてきてる。証拠がない。5キロ痩せたらね。確かに。え、むずいな。いつまでに痩せよ。今何キロなんだろう私。でも今すごい太ってる気する。昨日めっちゃ食べたし。8日1日、なんか大事な日。え、ツアー始まるまでは早い。1ヶ月でそれは落とせん。さすがにガリガリになっちゃう。夏が終わるまで。そうね、7月1日か。じゃあご飯の誘いとかも断らなきゃいけなくなっちゃうじゃん。レッスン帰り食べて帰りがちなんですよね。いや、まあそれはいいか。ご褒美、そうだね、今欲しいバッグがあるからそれ買おうかな。5キロ痩せたら自分で。で、それまでに痩せれなかったら買わないっていう。めっちゃいいじゃん。いや、買わない。だから、だから9月までに痩せれなかったら買わなくて、痩せれたら痩せれたご褒美として買う。いいね。頑張ろうかな。でも私からムチムチ感がなくなってもいいんですか。カバンが欲しい。でも1万円以下じゃないの。カバンが欲しい。カバン欲しすぎじゃん。ね、ダイエットをしてまずどこの肉からなくなるか。え、でもご飯ぐらいは行ってもいい。行ってしまったらウォーキングとかしたり、次なんか夜を軽めにしたり。そう、マンゴエなんですわ。え、でも一番落としたいのは顔の肉。次太もも。お腹はまあまあそんなに気にならない。太ももと顔と二の腕。え、1万円以内。え、違うの。1万円以上の私が欲しいバッグを自分で自分のご褒美に買うの。そう、ご褒美は自分で自分に買うの。もらうんじゃなくてみんなから。あ、今日まだ一食です。とからあげくん、一食とからあげくんです。痩せなきゃな。確かに、そやな。5キロ。あ、そう、ミュウミュウとかです。正解正解。そう、値段気にせず欲しいもそうなんですよ。そう、数十万円なんです。って言ったら高く聞こえるな。みゆみ、そうなんです。だから5キロ痩せれたらいいんですよ。数十万って聞いたら高く買えるわ。高く買えるじゃん。高く感じる。別にそんなあれですけど。
十数万よりもさ数十万の方が高く感じるじゃん。なんかめっちゃ響き、だってさ幅がさ10から90まであるわけじゃん。さすがにそんなんじゃないけど、えでもめっちゃ可愛いなと思って。えでもまだ軽い方です。そんな、そうシャネルとかねヴィトンとかディオールとかに比べたら軽いですけど、数十万じゃないです、十数万です。違う、あ数十万です、数十万です。可愛いやつがあるんですよ、斉藤なぎささんが持ってて、ここにみゆみゆって書いたやつが。ハンドメイド、あの黒いやつじゃなくて、えでもこういうイメージあると思うんですよね、こういうデザインのやつじゃなくて、ここにみゆみゆって書いてるやつが可愛いけど、なんかね、ちょっと高いなと思ってたから、ちょうどもし5キロ落としたら買う、でも落とせんかったら買わん。5キロってさ、5キロ落とすって結構不可能なに近いから、だからそれが成功できたら買うぐらいのレベルでちょうどいい。可愛いけどな、カバンと思ってるけど、かなり高いので。でも5キロ落とすっていうのも、もうほぼ不可能に近いから、そういい感じの目標だわ。いつまでにしようかな、落とせなかったらなしですよ、何もなし。いつにしようかな、うん、7月だもんね今も。そうやな、2期4周年の庭やしたい。そう、数十万意外と高いよね。ママに怒られちゃうわ。何キロ、何キロやるね。何日にしよう。でもさ23歳だからさ、なんかそれぐらいのバッグ1個ぐらい買いそうじゃん、普通に一般ので社会人になっててもさ、社会人に、ね、1年目ぐらいでさいいバッグ1個ぐらい買いそうじゃん。多分ちょうどいい年頃なんです、それを買うのに。そうやな、9月30ぐらいかね。7月1日から始めるとして、8、9、2ヶ月半、違う、7月、8月、9月、3ヶ月かね。そうそう、なんか社会人1年目とかさ、か買うイメージあるじゃん。どういうこと？2期生周年コンサートいつか分からんけど、まあ9月30かな、30にしようかな、9月30。ね、なんか意外と社会人とかそういうの持ってるじゃん、とか普通に大学生の方が持ってるかも、同級生とかの。意外と私はお金使ってないのかな、もしかして。いやそんなことないか。
あの大学生の時は何も考えずに多分バイト代を全部使ってるからそういうの持ってるんだろうね。大学生とか持ってるじゃん。ね。グッチとか。いや大学生の女子ブランド買いがちだよね。なんかディオールの何かとか。だから大学生の時ってさ、バイト代もらってそれを全部使ったりするんだよね。そう思ったら、ね、あ、でも私は食費とか服に使ってるけど、服に使ってるな。ね、大学の時バイト代付きの全部使うよね、遊びに。けどその時期がなかったからな。バイト代は何に使ってた？でも私がバイトしてた時期3ヶ月4ヶ月ぐらいあるんですけど、でもその時のバイト代は全部使ってた。それこそでも学食とか、あとなんだろう、でもその時は服さすがにたくさん買ってなかったから、何に使ってたんだろう。スタバとかかな。スタバとゲーセンと学食くらいでなくなってた。あんまり入ってなかったかな。あ、あとオタクのグッズとか CD とか、車の免許は私取ってない。 UFO キャッチャーハマってたんだよね。でもなんかなくなってた記憶ある。そのバイトしてた頃も貯金とかしてない。あんま、ね、だから大学生はそのバイト代入ったら全部使うイメージあるんですよ。飲みとか一瞬でなくなるくない？てか一回飲みに行ったらバイト代の4分の1ぐらいなくなる。バイトしてた頃2軒とか行ったら絶対さ、そのバイト代の1ヶ月のバイト代の4分の1ぐらいなくなっちゃう。出してもらってた先輩とかってこと？だって大学生って一番飲みに行ったりするじゃん絶対。どうやってね。でも飲みってめっちゃ高いじゃん。マジ会社入ってから。友達があれなんで言ってません。そんな。え、大学生ってなんかめっちゃ毎日飲みに行ってるイメージあったんだけど、イメージかもしれん私の。今日も飲み行こうぜみたいな。私のイメージなんで、勝手なイメージです。そう、サークルとか。飲みが少ないっていうサークルを選んで入ってた？あ、でも一応入ってたんだ。私サークル入ってないから、バイトしたくて。偉くない？今思ったらバイトしたいからサークル入んなくていいやと思って入ってないんですよ。いつも入ってたんだっていうね。なんか部活みたいなのあるんですけど、
バイト代いくらもらってた、15万超えてたって。え、そんなにやってないですよ私。だって学校行きながらだもん。こんばんは。でも確かにバイトするからとサークル入らんかったのに稼いでないんかいって感じだよね。確かに。そうですね、4から7とかじゃないかな普通のバイトって。しかもあんま入れてくれんのんですよバイトって。1日に5時間とかしか入れてくれないんです。4、5時間とかたくさんいたりして、まず希望を出してから通る日と通らん日もあったりし、1日5時間ぐらいなんですよそもそも。なんでそんなに行かないですね。そうそう、こんなもんです。さすがに毎日はやってないし。そんなもんです。そうそう、バイトはね 4,5 時間とか3時間の時もあるもん。3時間とか。そう、普通に3時間1日3時間だけのバイトとか。STU 入ってからバイト辞めたのって。辞めた要素や続けれないしね、愛媛だから。そもそも タコありがとうございます。でも簡単に辞めれるんだと思って思った。やめますって言ったら、あ、オッケーみたいな感じだからさ、あ、そんな軽いんだと思って。結構さ、言うのって怖いじゃん。だからめっちゃどうしようどうしよう、言わなきゃと思ってめっちゃ心の準備していったのに、あー、分かったみたいな、そんな軽いのみたいな。仕事辞めるとかバイト辞めるって結構さ、重要なことだと思ってたから。戦略じゃなかったわけじゃないですよ。そう、でも軽くて。最初にもらったバイト代何に使いましたかって。え、日々の食費。バイトは簡単に辞めれるんですよ。それを初めて知って。あ、でも広島に引っ越すんでみたいな。今月に辞めたいですみたいな。え、ご飯はあの、そのだからバイトで買って帰ったり作ってたり、スーパーとか。まあ買って帰ったかな。あと学食。食べにはあんま行かなかったかな。食べに。あ、でも定食屋さんとか。そうそうそう、定食屋さん。廃棄はなかったですね、ほぼ。本当に廃棄しかない。廃棄ないです。ほぼ。学食美味しかったよ。何が好きだったかな、もう記憶にないな。こ
こんばんは。え、ハンバーグとかあったんよ。ハンバーグ。そう、廃棄はないね。注文されて作ったり確かに揚げたりするから廃棄はないかな。学食はないな。うん、一番人気？え、唐揚げとかハンバーグとかかな。その辺。唐揚げとハンバーグなんかメインがあって、そう。メインがめっちゃ色んな種類あるんですよ。8種類ぐらいあって、そう、そこから選んで。懐かしい、食べたい。でも学食ってね、一般の方でも食べれるからね、いつでも今でも行ける、お金払ったら。ね、なんか大人の方がさ、懐かしいなと思って食べに来たりできるっていうのがいいよね。多分食べに来てる大人の方は久しぶりに食べたくなったとかさ、元ここの卒業生でちょっと食べたくなったとかさ、そういうのが多いんだろうね。来てるの。歌松さん、お疲れ、ありがとうございます。食べたくなってきた？懐かしくなってきた？懐かしい？まあ確かにコロナでね、確かに。でももう治ったでしょ多分。リクルートおじさん、大人になったら学食一人で食べるのは確かに。大学生のふりするんですよ。でも私まだ多分、大学生の時ってさ、全員クラスのメンツとか覚えんじゃん。クラスとかないし。だけん、か教員ですみたいな。私服の教員いるから、私服教員ですみたいな。え、いけるいける。多分教員でいけるよみんな、ゼミの先生とか。自分はまだ大学生の方に、どっかの先生かなぐらいにしか思わん。そう、一般人入れる入れる。あ、全然入れるよ。だから一人で行くのが恥ずかしいって方のために、俺はゼミの先生だっていう気持ちで行ったらいいよっていう。一人で入りづらいっていう。年がバレバレ。え、でもゼミの先生とか結構だよ。5、60歳とかも全然だし、いける。俺は先生さみたいな気持ちで行きゃ怖くない。美味しいし、なんか健康を考えられてるから多分いいと思う。高いわけじゃないし。まあめっちゃ美味しいってわけではない気もするけど、確かに普通に定食屋さんの方が美味しいような気もするけども、めちゃうまみたいな感じには確かになった覚えがないような。そう、標準的に美味しいぐらい。あ、美味しいみたいな。まあまあ美味しい、食べれる、美味しいみたいなでもわ、めっちゃ激美味しいみたいなのは確かに学食とかはあんまないよね。給食とかも、給食とかはさ、自分の嫌いなもんも出てくるしさ。ね、なんかあんま好みじゃないさ、トマトスープとか出てくるじゃん。でも定食とか自分の好きなものを好んで注文してるからし、それ専門のね。
ひよこ豆のスープとかも嫌だったな。ひよこ豆、豆そのものがあんま好きじゃない。チキンが一番嫌だった。アルミホイルに入ったチキンの丸焼きみたいな。もう本当に私あれ給食のあれで今チキン嫌いだから、チキン嫌いになった。ミキヤ君タコありがとうございます。タコソフト麺はなかった。なんか小学校の給食でその鶏肉の丸焼きみたいなアルミホイルに入った、それを食べて私の嫌いな食べ物は鶏肉になった。なんか硬いのが入ってたりするんですよ、カリってビーズみたいなし、なんか逆にふにゃふにゃのなんか変な、なんだろう、これディスってるわけじゃなくて普通にチキンに対してね、給食に対してじゃなくてチキンに対してふにゃふにゃのとことかあるし、しかもふにゃふにゃのとこなんか独特な味するじゃん、すんごい油独特な、唐揚げのふにゃふにゃの油とか。そう、ビーズみたいなの入ってる時あった、硬い。だからもうチキン、そうめっちゃふにゃふにゃのところって独特じゃん、なんか味きつい、なんかチキンの。なんかとり肉が苦手ですね、唯一。あんま嬉しくない。まあ食べれるんですけど、焼き鳥の小さいももぐらいは食べれます。ももはちゃんと美味しいし、なんかチキンっていうのが苦手だから丸焼き。ああそう、焼き鳥は元から好きじゃなかったの、なのにそう連れてかれて無理やり当たったの、食中毒。そう、それはだから元々嫌いだったの、その時から。焼き鳥は食べるもんないって言って、嫌だって言ったのに合わせなさいって言われて食べに行って食中毒になった。唐揚げくんは好きですね。だからもうチキンの丸焼きみたいなのが苦手、クリスマスのそっち系。唐揚げとかはいける、割と。まあいけないやつもあるけど、クリスマスのチキンとかが結構苦手ですね。あとそうそう、骨付きなんか、なんか黒い鶏焼き鳥とか食べて、黒い真っ黒な、なんだろう、キモ、わかんないとか食べたらめっちゃ強い菌に当たったらしくて、激強な菌に当たってますって言われて、焼き鳥だった。黒い焼き鳥、色がなんかよくわからないやついっぱい食べてたんです。おまかせコースみたいなのにしたから、そうなんか分からんやつ食べてて、あれバーかもしれん、そういうなんか分からんやつ。あでもユキリカの胃袋だったから結構耐えてたの、一回も戻してないですから、強い食中毒になって。でもそうなんかずっと激痛みたいな、お腹が。で病院行ったら、これは強い菌ですよみたいな、なんか肉食べたみたいな。その時はパッと思いつかんかったけど、そういう焼き鳥やと思って。そうなんです、私だから耐えれたの。そう、私だからそう、よかったんです、まだ強いので体が。ですしかも7月3日ぐらいに食べたやつが2週間後ぐらいに出てきたの、
1週間後結構耐えてた方だから多分1週間後ぐらいに、そうなんかずっと学校行ってもなんかお腹が痛くて、お腹が痛くて、そうでもまあ痛いぐらいかなと思って耐えて、普通にその日も次の日とかも遊んでプリクラとか、やけに痛いなぐらい、そうえでも痛いなみたいな、でも結局熱が出て、えリバース一回もしてないんですよ、だから一回も戻してないです、強いんで。そうでも熱が出たかなんかで病院行って、お腹痛いのと、そうなんですよ、だから1週間前すぎて焼き鳥って出てこんくて、そういや昨日お好み焼き食べましたって言っちゃって、絶対お好み焼きじゃないなって話になったんだけど、家帰って考えてみたら焼き鳥だったんですよ。お腹痛いのにお好み焼き食べたんですよ、私普通に友達と遊んで、お腹痛いって思いながらお好み焼き食べてプリクラ撮って、そうお腹痛いって言いながら食べて、だからあれ昨日のお好みかなとか言ってたけど全然違った、そうあでも別にお店とかに売ったりしてないから、とばっちりって言っても普通にお腹痛いなって思いながら遊びに行って、お好み焼き食べてプリクラ、その時のプリクラあるんかな、でその数日後にユニバ行ったんですよね、この時かな、ないかな、携帯に取り入れてないかな、んか激痛しながら普通に遊びに行った、あないですわ、携帯に取り込んでないんかな、高2だったよね、ない。あ、ユニバは治ってから行ったよ。治って数日後ユニバ。今の写真もあるけど全然普通。あのさっき見せた白いやつですよ、でもちょうどね痩せれたんじゃないかな、ユニバ行く前に、そうっていう鶏肉のエピソードです。サングラスしてる、そういう時もありましたね。でも胃腸炎もだから軽かったら全然耐えれるんですよ、だ強い鳥の菌でもまああれぐらいだった、まあ熱とか出たけど私はまあ耐えれます。えこれは治ってから行ってる、ユニバは、だからユニバは治ってから行った、でもね、取り気をつけた方がいいなって改めて思ったよね、知らないも取り食べたから、おすすめコースの分かんないやつたくさんなったことない、まあ、それが普通だよね、私もその鶏肉に行かなかったらなかったです、なったこと
人数で行ったけんかな、急いでたんかな、焼くの。まあ分からんけど。え、でも今は普通にメンバーと一緒に焼き鳥とか平気に行ってるし、自分の知っとるもんしか食べんけん大丈夫。 SD は入ったから当たったことない。この前生牡蠣を食べたけど平気だったので、お任せコースあるじゃん、焼き鳥屋の。それじゃなくて、もうちゃんとももとか言って自分の好きなやつだけ食べてるから。そう、あの日ですよ、なっちゃんと生牡蠣食べた日。初生牡蠣けど平気だったかな。生牡蠣って結構当たるらしいじゃん、数回に1回ぐらいのレベルで。でもこの前はセーフだったから。どうしよう、5キロ痩せるために生の鳥食べ出したら9月30日までに痩せるんだ。生牡蠣はよく痩せる、痩せるじゃないわよく痩せるって聞きますじゃなくて、よく当たるって聞きますよね。メンバーが当たったのも聞いたことあるし、よく痩せるじゃない、よく当たる、当たるらしくて、だからダメ、食べるのダメみたいな一時期。生牡蠣生ガキダイエットめっちゃ効果ありそうやん。めっちゃ痩せてさ、どうやって痩せられたんですかって聞かれてさ、生ガキダイエットですって言ったらさ、あ、そりゃ痩せるわってなるよね。でしょうねって感じ。なんかヨーグルトダイエットとか言ってさ、本当にそれで痩せるのとかあるじゃん。トマトダイエットですみたいなとかよりも、生ガキダイエット広島でそこつけなくなるよ。え、でもな、ダイエットに成功してるじゃん。高くつきそう、間違いない。確かに。それはそうだ。乳酸菌。まあ痩せますよ、そんなことしなくても。生牡蠣何回で当たるんだろうってやめて、しないから。そんなの「チョコボール」みたいな感覚で言わないで。まあでも結構強い方だと思うから、私人よりは当たりづらいと思うんですけど。金のエンゼル、うまい、うまい。金のエンゼル探し。でもね、でもそうだよね、味はね、たくさん食べれないよね、あれ。結構さ、牡蠣ってなんか味たくさん食べれるもんではないよね、一気に。そう、独特の味するしさ、結構満足するよね、1、2個で、2、3個とかで。10個とかは食べれんよね、味的に。食べれて3個とか4個、3個ぐらいが、3個ぐらいがちょうどいいかもね。
レモン。生ガキ、まあんま食べないよね普段。ガキ小屋、ガキ小屋行ったことない。美味しいよね、カキフライ美味しい、めっちゃ好き。エビきつい、え、自分エビめっちゃ食べれるんですよ。エビ大きいの5つぐらい、エビ好きだから永遠にいけるんですよ。小さいエビも大量に、だからようそんな食べるなっていつも言われる。でもあんま食べ過ぎよくないらしくて、やめときって言われるけど、エビめっちゃ食べれるんですよ。あの剥いて食べるやつめちゃくちゃ食べれて、無理してないんですよ。私美味しいと思って食べてるんですけど、一人でいっぱい食べてたらよくそんな食べるねって。私は平気ですね。そうなんだ。こんばんは。エビ美味しいよね。全然いける、お腹いっぱいになるまでいける。天ぷらは無理、油できつくなる。エビとかよりもエビ以前に、エビフライも無理、フライが無理です。普通にエビですよ、普通にエビだけ。フライでも天ぷらでもないエビです。エビの殻を剥いて食べるやつ、茹でられてるやつ、味付けして茹でられてるやつ。いや塩だけじゃないですね、醤油とお酒とかその辺の。そう、湯がくというか味付けをするというか。エビ大好きです。エビ好き、まあ、焼かないね、茹でるね。そうね、味をつけながら煮込む、煮込むっていうのが正しいかな。茹で、煮込み、煮込み。エビの頭の味噌汁、へー、ザリガニは食べない。エビの頭も食べるんですよね、中身。エビの頭、シャコ、シャコ食べたい。シャコエビ、青いかな、青いっていうかな。灰色、青、うーん、こんばんは。56分57分、もうすぐ終わりです。今日も終わってしまう、今日も終わります、もう終わってしまいます。明日金曜日、早っ、早っ、しかも6月最後だ。もう金曜なんだ、早っ。ということで、断章読みます。
13位ブンゴさん、12位コーヒーさん、11位ユキさん、10位ドンちゃん、9位ジャクソンさん、8位理化学研究所さん、7位アギアンさん、6位ミキヤくん、5位坂道 FC さん、4位ヤスルパンさん、3位ヤスウェイさん、2位ボクレンパサランさん、1位ウドムさん、ありがとうございました。お話し会から1週間だよね。あ、もう明後日で早いよね。もう金曜か、早いな。もう土日じゃん、早っ。お気に入りのプリクラポーズって何？プリクラポーズ、小顔。小顔ポーズでーす。小顔ポーズ3連発。ってことで、あと1分。投げほっぺはできる。私のこのほっぺはなくならないから。最後するよ。ダイエット頑張りまーす。9月30日までに5キロ。今日の体重測っとかんといかんね。まあ7月1日からでいっか。いやでも今が一番太ってるから今日の体重しゃべっとこうかな。今の一番太ってる時の方が痩せた感出るもんね。1日末より、今が一番太ってるからね。ってことで、おやすみなさーい。おーやー。めちゃめちゃ食べまくってから測ろう。それ痩せやすいな。確かに。たくさん。おやーん。